きいな今日も。はい、こんにちは、そうです、おはようございます、こんばんは。今ね、ワカンダフォーエバーやってるんですよ。まあ、あの、日本にいたら絶対初日にいつも見に行くんですけど、公開されたこともなんなら気づいてないぐらい、うん、な感じで、なっちゃんがひらめいてくれたんで、今から映画館行きます。これが映画館。15歳以上なんだ。あ、そうなんだ。エクストリームスクリーン。なんだろう。2時半。ええ。あ、これかいいのか、ごめん。12、13でいいんじゃん。あ。オッケー。ここだよね。おお、すげえ、すごい、え、めっちゃ広い、めちゃめちゃ座り心地いいんだけど、ね、劇場が結構広い、めっちゃ広い、かなり広いね。すげえ、すごい、え、足もちゃんとさ、なるなる、え、そんなに下がんの、そっちゃすごくない？最高なんだけど、この映画館の座席がさ、リクライニングっぽいんじゃなくてリクライニングだった。それな、やば、めっちゃハイテク、うん、日本だとさ、エグゼクティブシートとかさ、スペシャルシートみたいな感じでさ、プラス1000円とかさ、そのぐらいちょっとプラスアルファ払って、なんか真ん中の方にあるスペシャルシートとかに座れるみたいなシステムなんだけど、なんかどうやらここの映画館はね、全部がそのリクライニングシートになってて、俺ら買ったのも全然普通の座席なんだけど、リクライニングチェアでした。映画見てきました。うん、面白かったね。面白かった。やっぱさ、字幕ないから、うん、なんかめっちゃマニアックな言葉とか、あとやっぱあのブラックパンサーってさ、登場人物のその発音がちょっと違う、うん、特殊な発音で英語喋るからっていうのもあるし、うん、やっぱ聞き取れない部分はひたすら聞き取れなかったんだけど、でもなんかあらかたのストーリーとかあらかたの会話は理解できたんで、うん、楽しかった。普通に感動しちゃった。このオーストラリアのリンゴがね、結構うまいんですよ。オーナーにもらったマンゴーが、うん、昨日もらったやつ超でかくない？超でかいよ。この間くれたのね、倍ぐらいあるよ、うん、ということでね、なんか最近全然動画出してなかったんですけど、なんかね、最近ちょっと編集を、俺にしてはね、俺にしては凝った編集っていうか、ちょっと時間、手間暇かけた編集をすることが多くて、最近の動画はね、悪い意味で、なんか今までの俺の動画みたいな、なんかラフな適当な動画を作るの嫌だなっていうか、そういうのを作るのどうなんだろうみたいな時期に陥ってて、いろんな人の Vlog とか、まあ映画とか、なんかほんといろいろこの2週間作品を見ていく中で、なんかやっぱ 俺の動画はもっとラフでいいなっていう風に思ってて、なんかそれをね、最近すごい考えてて、なんかすごい動画を頑張るで、ちょっと長めに期間空いちゃうで、また次の動画まあそこそこ頑張る空いちゃうみたいな感じで、まあうん、それも良くも悪くもなんだけどね、なんかそういう感じのサイクルに最近なってて、もっとラフにやっていいんじゃないかなって思い出したので、思い出した。なんか改めて思ったんで、動画を頑張る、やらなくなる、頑張るじゃなくて、なんか動画は出し続けていくことがデフォルト。もう毎日更新できれば出したいぐらいなんだけど、短いスパンでパン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 出していくっていうのはもうデフォルトにして、動画をの出していく中で、ラフな動画、頑張る動画。で、しばらくラフな動画、たまに頑張る。みたいな感じで、こうバランス取っていくのが、なんか俺にはいいんじゃないかなと思ってて。最近はさ、あーでもなんかすげえ内容薄いなーみたいな。編集なんかいい感じに編集で消化できないなーみたいなのが、
あって、なんかその考えマジで良くないなと思って、ね、冷凍めっちゃいっぱいなんだよね。そうちゃんがいっぱい作っちゃったからな。やばいっしょ。これ見せたっけ動画で。見て、これ全部鮭これは激辛鮭で、これは塩鮭、そしてここに肉類があり、これわかめご飯、鶏飯、鶏のもも肉、アイス、白飯、ブロッコリー、ピザ。まあそんなわけで、何がそんなわけなんだまあそんなわけで、今日こんな感じの一日でした、うん、いいね、うん、ブログ楽しい、うん、なんかすげえ楽しい、うん、っていう感じで、これからたくさん動画上げていくんで、よろしくお願いします皆さん、うん、この動画がいいなと思った方、ブラックパンサー見たいなと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします、うん、このどう見てもお団子だろうとそう思った方は、Twitter だったり Instagram やってますんでSNS のフォローお願いします、リプライとかね、リアクションもね、ぜひガンガンください。はい、美味しい味噌汁できるといいですね。できるといいですねということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんも素敵な一日を過ごしください。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー